はい、皆さんこんにちは、なおじいです。本日はですね、またスニーカーレビューの方をやっていこうかなと思います。で、今日紹介するスニーカーなんですけども、こちらでございます。スニーカーダンクの方で購入させていただきました。いや、ほんと久しぶりにちょっとプレネで購入しました。じゃあ早速開けながらね、中を見ていきたいと思います。ちょっとスニダンなんでね、最近いろいろ物議を醸しているところでもあるので、若干不安だったりはしたんですが、まあちょっと中の方も確認しつつというところでいきたいかなと思います。で、実はですね、これもう結構前に購入して届いてたんですけど、相変わらずちょっとレビューが遅くなってずっと放置しておりました。梱包はまあまあ丁寧ですかね。はい、ということで本日紹介するスニーカーのボックスはこちらでございます。メイドイン USA、 アメリカのロゴがうっすら入ってますね。はい、ちなみに前回レビューした時はこのアメリカ国旗が薄く入ってるということに全然気づきませんでした。ちょっと前にニューバランスの方を紹介させていただきましたけども、また今回もニューバランス、こちらが実は本命だったりもします。まあ、一般でもう店舗で買えなかったんで、スニダンモノカブを漁って、少しでも安く買えるということで、スニダンの方で購入しました。はい。じゃあ早速ね、開けていきましょう。実は今日3カメ体制でいきたいと思ってます。1カメ、これが2カメ。で、3カメがここにいます。はい。ちょっと前回言ったんですけどね、スニーカーの素材なんかをちょっと近くでお見せするのに、より近くで撮れる方がいいかなということで3台目をね、設置しました。今日はちょっと試験的な意味合いも兼ねてやっていきたいと思います。それでは、早速開封していきたいと思います。はい、じゃあ行きまーす。せーの。はい、これはあのスニダンで買ったんでこういうのが入ってますね。センキュー。はい、はい、こちらでございます。いやー、やっと来ましたね、手元に。スニダンからちょっとお詫びの手紙が入ってましたね。ちょうど僕が買った時、なんか、まあコロナの関係もあったかと思うんですけど、時間がかかりますなんてメッセージが出てて、本当に結構時間かかりましたね。鑑定にも時間かかったしというところでね、結構かかってしまいましたね。はい、ということで、本日紹介するスニーカーは、ニューバランスの M992 のグレイ GR というモデルになります。まあこれは僕が前ちょっとお話しした992を欲しくなったきっかけの時にお見かけしたスニーカーで、この色とあとターンをね、履かれてる方を見て、どっちかと言ったらやっぱりグレーが最初欲しかったなということで、まあ一般の店舗ではもう買えなかったし、実物も見れなかったので、スニーダンの方で購入しました。悪く言えば地味というカラーで、まあ特段ね、こう派手さは全くない、普通のシンプルなニューバランスらしいといえばね、ニューバランスらしいカラーリングだと思うんですが、非常にこのね、カラーリング、このグレーの色がすごい綺麗で、外で見させていただいた時にすごくいいなと思って、やっぱりかっこいい、間違いないですね。国内のね、ニューバランスのタグがついていないので、これは海外のやつですね。この前なかった、このナイキと同じようにシールが貼られていたり、ニューバランスのタグがどこにもついていないので、この992自体は国内で販売されていたやつではなくて、これは海外から購入されたやつですね。まあ別にどっちでもいいんですけど、でちゃんとまあ鑑定もされてるということで、後で一応僕が買った国内で買ったやつとの比較は個人的にやっていきたいなと思ってます。スニーカーの方を見ていただきたいなと思います。ちょっとここは拡大してね、素材の色とか質感なんかを見ていただきたいと思います。素材の色的には、まあこんな形のカラーですね。非常に綺麗ですよね。で、色の切り返しね、濃いグレーと明るめのグレーがね、ちょうどいい感じにマッチしてるんじゃないかなと思います。で、ニューバランスのマークがこんな形。このニューバランスのちっちゃい N がすごくかっこいいですよね。このヒールの部分の992。これはプリントですね。ヒール。USA とニューバランス。今回ここはニューバランスはグレーにブラックなんで、はっきり見える形ですね。この USA の文字は、まあこれをちょっと拡大してご覧いただくと、わかりづらいかもしれませんけど、これは一応刺繍で入ってますね。シューレースはホワイト。一色です。インソールがこんな形ですね。普通のグレーで、裏はね、イエローになってますね。で、触り心地はすごくいいし、粘着性のものがついていてくっついてるというわけではなくて、普通にベトベト感もないので、取り外しはスッとできますね。海外で購入したので多分これが貼ってあるんだと思います。前回の国内モデルの時はこれ貼ってなかったので、多分そういうことなんじゃないかなと。ナイキもそうだと思うんで、多分そんなイメージだと思います。これがインソールを取った内部の映像です。
ちょっと中が黒なんで若干見づらいかもしれませんが、こんな形になっております。で、真ん中が白い糸が見えると思うんですが、両サイドから来たやつを真ん中で縫い合わせるといった手法をとってますね。ナイキの場合はミッドソール結構硬いのがもういきなり出てくるんですけど、この黒色の部分はちゃんとした生地がついてる感じですね。外側と内側のアッパーの生地を包み込んで真ん中でこう縫ってるので、それぞれの両サイドのアッパーの生地の内側の部分が真ん中でこう縫い合わさってるんで、生地がソールのね、足のかかる部分までこうね入ってると。ちょっと説明が下手で申し訳ないです。やっぱこういったところも履き心地に影響してるんですかね。今中を手に入れて触ってみると、硬さは全然感じますけども、クッションが1枚入ってるかなと、薄い座布団に座ってるようなイメージというんですかね、そんな感じがしますね。シュータンはニューバランス刺繍で992と。で、こっちの刺繍、ニューバランスのこのロゴの刺繍は結構こう盛り上がった刺繍になってると思うんですけど、この992の刺繍、これはヒール側と同じ刺繍なんですけど、すごい薄い刺繍ですね。こう手で触った時に凹凸感が全くない刺繍ですね。一見プリントのように見えるんですけど、ちゃんと刺繍になってますね。こうちょっと拡大してみるとわかるかな。こっちのニューバランスの刺繍とはね、明らかに違うといったところがお分かりいただけると思います。で、こちらのニューバランスの N、 これもこっちのニューバランスと同じ刺繍ですね。はい。で、内側がねこんな形ですね。ミッドソールはつま先側はホワイトで、ヒール側が明るいグレーっていうんですかね、こんな色の違いですね。こことここの違いが。アウトソールは前回はブラックに、ここがちょっとね色が入ってましたけども、今回このグレーモデルはブラックで、ヒール側とつま先側にグレーの返しの色が入っていて、この土踏まつの部分は前回と同じ992で、今回ここは赤と青で992とクリアパーツになってまして、で、ニューバランスはちょっと白っぽいですけど、薄いグレーで入ってますね。ここにちょっと薄く汚れみたいのついてますけど、まあアウトソールなんでこれはいいかなといったところで。まあ厳密に言うと気に食わないっていうのは当然あるんですが、まあ汚れだか接着剤の跡だか、汚れではないですね。これ接着剤の跡かな。これはね、履けばすぐ汚れてしまうとこなんで、まあいいかなと。本当は嫌ですけどね。まあいいです。これはどうでもいいんですが、今回ね、スニダンで購入しましたので、スニーカーダンクと。裏がこれですね。まあ一応鑑定しましたという証ですね。僕の感想を言わせていただきますと、実物はね、もう現地でディズニーランドで履いてる方のを見させていただいて、まあそれが購入のきっかけだったということもあって、実物はもう想像通り、思った通りのとてもいいスニーカーだということで、実際にね、これを手に入れることができて非常に良かったです。ただこれだけじゃちょっと今日は面白くないと思いまして、実は前回ニューバランスを紹介した時に、視聴者の方から、このインソール、ニューバランスの別売りで発売されてるやつをつけると、もっと履き心地が良くなりますよということを教えていただいて、教えていただいた視聴者の方ありがとうございました。コメントを見てね、すぐ購入しまして、それがこちらです。はい。これですね。ニューバランスの RCP280 というモデルで、グレーの色ですね。で、値段はここにも書かれている通り、税込み1980円ということで、何種類かサイズがあって、僕が購入したのはサイズが O。で、これ見ていただくと、27.5 から 28.5 が対応してますということで、十分 28.5 なので、O サイズの方を購入しました。まあ、これは今後購入されたい方は、適正なサイズが各サイズごとに書かれてますんで、マイサイズに合ったサイズで選ばれるとよろしいかと思います。まあ、ちょっと開けましょう。で、僕も実際このニューバランスのインソールは使ったことがなくて気にはなっていたんですが、まあ、いろいろとね、詳しいことは言いませんが、グリップ力とか足ブレを軽減できますと、スムーズな蹴り出しとか高反発の EVA を前面に搭載していると。これが裏面の説明の部分ですね。ざっとお見せしときます。英語のなんとかと言われてもよくわかんないんで、実際ね、どうなの？使ってみてどうなの？っていうのが一番大事なんで、そこをね、試したいと思います。で、あと付属としては、足型ですね。あ、ここにありますね、サイズ。これをちょっとじゃあ写しとくんで、今後気になる方は参考にしてみてください。サイズ表ですね。SSSMLOXO とありますね。これを自分のね、マイサイズに合わせて選ばれるとよろしいかと思います。一応こんな型紙もついてます。まあ僕はこの型紙は正直使えません。これ通りに切ってしまうと、スニーカーによってね、まあニューバランスのスニーカーであれば、多分この足型とこれは合ってると思うんで、この通りに切ってやればいいと思うんですが、ちょっといろいろと今後もしよければこれをね、ナイキのスニーカーなんかにも入れたいなと、あ、こっちですね。入れて使ってみたいなと思ってるんで、もしナイキのスニーカーで使う場合は、ナイキのインソールとこう合わせてね、形を取って切りたいと思います。これがついてきたやつで、これが今回購入したやつですけども、大き
きさをちょっと比べてみましょう。ぴったりじゃないですか。ぴったりですね。重ねてみましたけど、やっぱり同じニューバランスというだけあってね。まあ、若干ミリ単位の誤差はあると思うんですが、こう見ていただくと、上が標準でついてきたやつですね。これひっくり返しても、これ今上が新しく購入したやつです。多少形状の違いはありますが、ほぼ同じですね。重ねるところも合わせて、これは切らずにそのまま使えます。まあ、サイズが 27.5 から 28.5 なんで、27.5 の人とか28の人はちょっと切らないとダメかなと思います。厚みはほぼ一緒だと思います。かかとの部分のこの R ですね。この R も既存でついてくるものとこの買ったもの、多少の違いはあるかもしれませんが、ほぼ一緒かなと。大きく違うのはここですね。これが標準。標準は一つの素材で作られてますけども、新しく買った方は、ここを見ていただくとわかるんですが、硬いです。これはプラスチックみたいな硬い素材ですね、ここは。この赤色の部分そうですね。だからこのかかとを支えている部分の一番深い部分は、この硬い素材が使われていると。で、この青い素材はすごい柔らかい。クッション性がすごい高い素材を使われてますね。標準でついてくるインソールと購入したインソールの一番の違いですよね。前回も紹介したアブゾーブっていうあのニューバランスのテクノロジーがここに使われているということですね。つま先側のこの辺の形状っていうかデザインがまあ違いますね。多少そのグリップ力だったり、サポート力だったり、そういうのが変わるのかなと思いますが、これは履いてみてどうなのかなといったところですね。あと大きな違いとしては、購入した方には通気性の穴が開いていますけども、標準はついていないといったところですね。ということで、長々と喋ってしまいましたが、一番はいろいろ書かれてることじゃなくて、本当に実際に使ってみて自分の足に合うか合わないか、それだけだと思うんですよね。ということで、いろいろ言っててもしょうがないんで、実際にこれを今回購入した992のグレーにこれを入れて、履き心地がどんな風に変わるのか試してみたいと思います。で、片方、どっちかの足にはこれを入れて、もう片方は標準のね、インソールを入れたまま、左右、インソールを変えた状態で、外に出て履いてみて履き心地が違うのか、というところも検証したいと思いますし、あとはいつもの着画なんかも合わせてご覧いただければと思います。準備をして、ちょっと外の方に出たいと思います。はい、ということで、今992を履いて、外の方にやってきました。で、右足の方には、新しく買ったインソール。で、左足は標準のインソールが今入ってます。で、ちょっと歩いてみたんですが、今のところですね、やっぱり新しいやつは全然いいですね。何が違うかというと、ホールド感が新しい方がしっかりしているといったところの印象だと思います。ただまだそれは何百メートルかしか歩いてないので、本当の良し悪しはね、もうちょっと歩いてみないとはっきりしたことは言えないと思いますので、これはちょっと引き続きこのままの状態でしばらく検証したいと思います。それでは着画の方を見ていただいて、動画の方を終わりたいと思います。はい、これが全体の様子でございます。例によって僕の体型は気にしないでください。はい、ということで、本日はニューバランスの M992GR の方を紹介させていただきましたけども、いかがだったでしょうか。インソールの件は、今ちょっと簡単にしかレビューできませんでしたけども、また別動画で詳しく解説したり、もうちょっと履き込んだ後にもう一回お知らせしようと思います。また、続報をお待ちいただければと思います。ということで、本日の動画は以上になります。ありがとうございました。